こんにちは。三菱重工業株式会社の和田俊之です。今回はユニティを活用した XR の取り組みについてご紹介いたします。よろしくお願いします。はい。改めまして、これから三菱重工のユニティを活用した XR の取り組みについてご紹介いたします。先ほどもお話ししましたが、自己紹介をさせていただきます。 三菱重工業株式会社技術戦略推進室先進デザインセンターの和田敏之と申します。よろしくお願いします。私の経歴を簡単にご紹介します。2017年に入社して横浜に配属され、その後、2018年から VR や AR をはじめとした製品に関わるコンテンツの成果策を担当してきました。コンテンツ制作に携わる中で、 2018年から Unity を使い始めています。早速ですが、我々の作ってきた XR のコンテンツについてご紹介いたします。まず、左にありますように、エネルギー関連の展示会向けに体験型 VR コンテンツを作りました。ご覧の通り、このコンテンツは VR 空間でガチャガチャを回し、 出てきたパーツを組み立てると当社の製品になるという簡単なゲームコンテンツです時間内にパズルを完成させられると実寸大の当社製品が見られます展示会にいらしたお客様に当社を知ってもらうきっかけ作りのために制作しました右側のコンテンツは高さ3メートルほどの特大スクリーンに投影する インタラクティブ映像コンテンツです。こちらも航空機の展示会向けに制作しました。モニター上で実寸台の航空機内部を見たり、モニター内のカメラ視点をタッチパネルでインタラクティブに操作できるようにしています。これらのコンテンツは Unity を使って制作しました。しかし、 お恥ずかしながら我々自身はコードを書いているわけではなく、パートナー企業様に作っていただいていますえ。私自身もプラグラマーではないので、本日は技術的な話はあまりできません。ご容赦ください。それでは、まず当社のご紹介です。写真にあるように、三菱重工では発電所や飛行機、ロケット、船や 交通システム、フォークリフトやエアコンなど様々な製品を作っている企業です。特に大型で受注生産品が多いことも特徴です。そんな三菱重工の中で私が所属している部署である先進デザインセンターについてご紹介いたします。先進デザインセンターはインハウスのデザイン部門で 当社のすべての製品に対してデザインを支援する組織です。メンバーはこちらの写真のように少数ではありますが、製品の外観やカラーディングをデザインするプロダクトデザインのメンバーや、アプリケーション画面のデザインをする UI、UX デザインのメンバーであったり、次世代製品やサービスをデザインするコンセプトデザインのメンバーなど、 多様なメンバーで幅広くデザインの業務に関わっています。そんな先進デザインセンターと XR の関係についてご紹介します。先進デザインセンターでは2012年にケーブシステムというプロジェクション型の VR システムを導入しました。ケーブシステムは壁と床面に プロジェクションされた VR 映像を 3D メガネ越しで見ることによって立体視できる仕組みのものです。この警部システムを当社製品のデザインレビュー等に活用してきました。先ほど申し上げました通り、当社では大型かつ受注生産の製品が多いため、設計の初期段階での VR を活用したレビューは 検討を効率化でき大変有効でした。またヘッドマウントディスプレイ型の VR システムが登場した後も様々な分野の製品で活用してきました。こちらに我々が取り組んできた XR システムの取り組みの一部を示しています。三菱重工製品のバリューチェーン全体に対して VR、MR、AR システムを適用してきました。例えば、営業では先ほどお見せしたような展示会での VR 展示であったり、AR グラス、ホロレンズを用いた製品イメージの PR をしたり、設計フェーズでは設計部門内での社員同士のデザインレビューや、お客様との設計資料の確認のために、 VR を活用したりしてきました。そして、解析フェーズでは、CAD でシミュレーションした流体解析などのデータを VR で可視化することで、より動きを直感的に理解できるような取り組みも行っています。製造フェーズでも、MR を使った溶接や塗装のトレーニングであったり、 VR を使った製品の分解作業トレーニングなどのコンテンツも制作してきています。そしてお客様へのアフターサービスでも VR を使ったメンテナンスのトレーニングコンテンツなどを制作してお客様に提供しようとしています。本日はこれらの中で今まで取り組んできた事例の中から 二つの事例についてご紹介させていただきます。少し事例が古いですがご了承ください。まず一つ目の事例は宇宙事業部への VR 適用についてです。こちらは2019年に取り組んだものにあります。背景の説明をさせていただきます。 三菱重工では国際宇宙ステーション ISS に食料や衣類、実験装置などの補給物資を送り届ける宇宙ステーション補給機コウノトリ、別名 HTV の製造に関わってきました。2014年に国際宇宙ステーション ISS が2024年まで 運用延長することが決まりました。それを受けて宇宙ステーションの補給機 HTV コウノトリの後継機として新型宇宙ステーション補給機 HTVX の開発を行っています。三菱重工は HTVX の中でも物資の格納する 余圧モジュールという部分の設計を担当しています。ロケットから切り離された HTV-X が宇宙ステーション ISS と結合した後、余圧モジュールの中から宇宙飛行士が荷物を運び出します。実際に ISS に結合されたコウノトリから宇宙飛行士が 荷物を取り出しているものが左の写真です。この余圧モジュールを設計する上で荷物の積み下ろし作業が問題なく成立するかどうかというところを宇宙飛行士本人に確認してもらう必要があります。具体的には余圧モジュールの中の荷物は壁面に固定されているのでこれらの固定部品を外すのに 作業がしやすいかどうかなどを確認します。従来は右の画像のように CAD ソフト上でヒューマンモデルを使ったシミュレーションなどで検証を行ってきました。しかし、今回我々は設計段階のやつモジュールの CAD データを VR システムで再現し、実際に体験してもらうことで作業性検証を行いました。 キャドデータをインポートする際には、Unity の Pixies を活用し、不要なパーツを削除し、軽量化を行いました。こちらがその VR システムの構成です。左の画像のように、ヘッドマウントディスプレイにディープモーションを取り付け、足と手につけた v i ブ e ラッカーを使って、 全身をトラッキングしています。ユニティのアセットであるファイナル IK を使い、手、足、頭からの逆運動学でアバターの動きをシミュレーションしました。VR の体験者はディープモーションで認識した手が見えているので、より正確に物との距離感を認識できるようになっています。 VR 体験者の周りで見ている人たちは別カメラの視点からアバターと余圧モジュールの干渉具合などを確認できるようにしました。実際に大西宇宙飛行士と金井宇宙飛行士にはこの VR システムを装着してもらい作業性の確認を行いました。この後 予圧モジュールの実機が完成した後にも宇宙飛行士による作業性確認は行われますがこの VR システムを活用することで開発初期段階においての設計の妥当性を確認できましたまたこのシステムによる評価方法は他の当社製品へも展開され設計検討に活用されていますそれでは 二つ目の事例です。こちらは交通事業への VR 適用についてです。2020年に取り組んだものとなります。我々三菱重工ではゴムタイ屋敷の新交通システムの AGT と呼ばれる車両を開発しています。写真にあるようにゆりかもめや埼玉のニューシャトルなどが AGT です。AGT は鉄の車輪ではなく、バスの車輪で使用されるようなゴムタイヤを履いているため、車体が揺れにくいのが特徴です。また、新幹線やメトロなどの交通システムも開発されており、現在まで国内外合わせて500両以上の車両を納入しています。 この新交通システムという事業ではこちらの地図に示すように海外のお客様が多いため営業やアフターサービスで出張の対応が多くありました。しかし皆さんもご存知の通り2020年に発生した新型コロナウイルスの影響で海外の現地でなかなか出張がしづらくなり海外向けのお客様対応の実施が 難しくなってしまいました。コロナ禍でも今までお客様に提供してきたサービスを維持していくために VR 技術を使って何かできないかと検討を始めプロトタイプの実装をすることになりました。こちらの絵がプロトタイプの実装前に描いた VR 空間のイメージです。 そして、交通システムの担当者の方とともに、社員やお客様の使い方に合わせた VR 体験を提供できるプラットフォームとして、バーチャルデポを構築しました。デポというのは、AGT などの車両が格納されている車両基地のことです。この写真の空間も、機関車トーマスのフィドマス機関庫をイメージしています。 このバーチャルデポは現状5つの VR 体験ができるように作っています。車両の乗車体験、気候の学習、保守トレーニングで、バーチャル会議、車内データのアイカイブ閲覧です。本日はこのうちの左側の3つについてご紹介いたします。 まず、一つ目のコンテンツは、車両の乗車体験です。コロナ前は、当社に来ていただいたお客様には、実際の車両を見学いただいたり、試験生に乗車していただいていました。しかし、コロナでお客様を工場にお招きできなくなったため、バーチャルデポ場では、お客様に VR 空間で乗車体験をしてもらうことにしました。 今回制作したコンテンツで乗車できる車両はこちらの写真にあるスーパー AGT です。この車両は従来の新交通システムの約2倍に相当する時速120キロで走行可能な点が特徴です。バーチャルデポ上での乗車体験ではスーパー AGT の PR ポイントをすべて網羅できるような 走行ルートを作り、実車両と同じように加減速をしながら街中を走り抜けるコンテンツを制作しました。左の写真のように出発前に車両全体を眺めて実寸台の大きさを知ったり、車両全体のデザインの細かい部分まで確認することができるようになっています。また、 真ん中の写真のようにスーパー AGT の PR ポイントである急カーブや急勾配などの走行を VR 空間では再現しています最高速度である時速 120km での走行も VR 空間で体験できます右の写真のように車内のインテリアについても 特徴的な部分にはキャプションを出すようにしており、お客様に PR しやすい仕組みになっています。二つ目は気候の学習についてです。新交通システムは、レールのサイドにある壁面に沿うように電車、台車をぶつけながら曲がります。この曲がる際の台車の構造が特殊なため、 なかなか図や写真では説明がしづらく、教育がしづらい課題がありました。バーチャルデポでは車両走行時の様子を直感的に理解できるように、現実では覗くことのできない走行中の台車の挙動を再現しました。CAD のシミュレーションデータを参考に、カーブ時の台車の動きや、 油圧機構の動きも再現しました。こちらの写真が VR 上での様子ですが、左の図のように車体を透過して台車だけの動きを見ることができるようにしています。走行するルートも周回するようなものにしており、VR 体験者は車体に通じして移動します。 真ん中の図のように選択した部品に関してはさらに透過をさせられるので内部の構造を確認できます。右の図のようにコントローラーについたメニューでは視点の切り替えであったり走行速度の変更ができるので自分の見たい角度、見たい速度で閲覧できるようになっています。 今後はこちらの VR コンテンツを気候の学習だけではなく設計へのフィードバックへ活用できないかと考えており、応力解析などのシミュレーション結果を台車のモデルに反映したり、リアルタイムに走行している試験車両のセンサーデータ等を反映するなど、デジタルツイン化を検討しています。三つ目のコンテンツは、 保守トレーニングです。海外のお客様に向けた代車保守は日本から技術者を派遣し実機を使ってトレーニングしてきました。しかしコロナ禍で技術者を派遣できなくなったのでメタバース空間に日本の技術者と海外のお客様が入り保守トレーニングを実施できるツールを開発しました。各拠点から VR 空間に入ることでお互いの姿を見ながらトレーニングを受けることができます。メタバース化を実現するためにユニティアセットのフォトンを活用しました。気軽にメタバース体験を実装できるので大変重宝しております。アバターについては先ほど同様ファイナル IK を活用して VR ヘッドマウントとコントローラーの位置から アバターの動きを再現しています。メタバース空間の中で双方向で会話をしながら日本の技術者が作業のコツをレクチャーできます。アバターは人の動きを反映できるので特殊な作業姿勢なども見せることができます。左の画像のように実際に使用する工具を事前に作っておき 作業に適した工具を持ち替えながら作業することで、よりリアルなトレーニングに取り組めます。また、右の画像のように中腰になった作業姿勢などもレクチャーすることができます。メタバース上で複数人がログインしない場合にも、作業者が自主的にトレーニングできる環境にしています。作業手順書に従って作業を進めることができます。 左の画像のように前方には次の作業手順がどのようなことをするのかという手順書が大きく表示されており左手の画板にも手順書がありそこには細かな注意ポイントが書いてあるのでそちらを確認できるようになっていますそれでは最後にこちらのバーチャルデポの動画をご覧ください 以上で当社の XR 事例のご紹介を終わります。今回は一部の事例しかご紹介できませんでしたが、当社の XR の取り組みにおいて Unity は欠かせないものとなっています。今後も XR コンテンツの活用に利用しつつ、当社製品の DX 化に Unity を活用していきたいと考えています。ありがとうございました。